どうも、エリコイです。お願いします。はい。いやー、ちょっとね、自慢みたいになって言いづらいんですけど。いや、自慢話するんですか、昨日とうとうね、スーパーマリオブラザーズの映画、私ちょっと見てきてしまいました。見てきたの？すいませんね。見たの？ね、もしかしたら皆さんも羨ましがっているかもしれないですけど。見たの？あのクソゲーを映画にしたやつを見たの？逆だわ、お前。信じられないっすわ。名作ゲームのクソ映画だ。こんなツッコミねえよ、お前。おいおい。みんな笑ってたんだよ、子供たち。なんすか？子供たちの笑顔を返せ、本当に。ね、すっぽん気持ってるのいやいや、それわかんないけど。これワンのやつですけどね。どこでもいいんですよ。実写版のやつなんですよ、ね。じゃああれね、映画面白いんですよ。なんだよ。最初何から始まるか知ってる？知らん。マリオとルイージが会社を辞めて、独立するところから始まるんだよ。じゃあ、ドカタの会社を立ち上げるの？配管工だろ、お前。え？ドカタって口悪いな。ドカタのおっさんだ。ドカタ放送禁止用語なの知らないの？テレビで。知らないですよ。今、土木だから。土木。土木って言わなきゃ使われないんだから、それ。さすがにそれは盲点でしたわ。ラジオの放送禁止用語言ってる。これどう何年か前にラジオ出た時に、はい、1時間前ぐらいに30個ぐらいの放送禁止用語のリスト見せてもらって、1時間前で覚えらんないなと思いながら覚えたやつを言ってる わざとお前は。あ、そう。で、一番言っちゃいけない何か覚えてる？何？タクシー運転手の悪口。いや、放送禁止用語じゃなかったのかよ、お前。あら。聴取率の内訳の大部分だから。あ、なるほど。それ一番言っちゃいけないやつだから。トラック運転手もタクシーの、ね、いやいや、トラックもダメ。ダメ。運転手は全部ダメって言ってたから。ダメ、ね、やめてくださいよ、そういうのね。ダメですよ、皆さん。まあでもね、はい、あのマリオの映画ですよ。うん、CG で、キャラがもう全部すごかったね、映画ね。うぇー。クッパーは出てきたのね。いや、クッパだろ、お前。クッパーは。クッパーはそれお前、女子のピーチ姫の部分になってくるだろ、お前。こんなツッコミねえよ。子供の映画を返せ、さっきから。やめてくれ。お前知らないの？コンプラ厳しくなった後の久本雅美、やたらこれギャグやらなくなったの、お前。やたらこのギャグやらなくなったの、お前。パパやってたな。やんなくなったんだよ、お前。確かに最近ね、乳首ばっかいじってるもんな。いや、よろしく、お前のギャグのこと、乳首いじってるって呼んでるから。誰が下本まさみのギャグの乳首いじってるって言ってんだよ、本当に。本当の秘密の県民賞じゃない、本当に。伸びてますよ。いや、それは漫画太郎の漫画だろ、お前。それ、下本まさみあれ伸ばしてんじゃねえんだよ。伸びすぎじゃないですか、違いますよ。あれ、母乳飛ばしてんでもねえんだよ、お前。じゃあね、よろ乳首って、よろしくお願いします、みたいなことなんだよ、お前。失礼な話です。失礼じゃないわ。失礼ですね。それがテレビというおもちゃ箱の中の作法だろ、お前。90年代の。でもさ、聞いてよ。スーパーマリオブラザーズ昨日やっと見に来たんだけど、一昨日ね、時間合わなくて見に来なかったの。で、なんでかったら、3D IMAX の時間しかやってなくて、俺が間に合う時間が。3D IMAX 今いくらかかるか知ってる？いくら？映画館で匂いが出るとか、そういういろんな仕様があって。風吹くとかあるね。で、さらに 3D メガネかけないと見れないとか、そのメガネレンタル代とかで、俺驚愕したよ。何？合計で3400円かかるんだよ。さすがに一回帰ったんだよ、それ。おめえ、こじきだろ。いや、それ、お前、気違いだろ。どうも、ありがとうございました。